はい、皆さんおはようございます。さて今回はちょっとまあ石川県だけの話になっちゃうんで、まあ、それ以外の地域の方には、まあ、ちょっと関係ない話というかね、まあ、またちょっと愚痴っぽい話になっちゃうんですけど、毎年恒例自動車税ねの支払い時期が、まあ、今年もやってくるわけなんですよ。で、まあ、撮影時期、今撮影してるのはもうゴールデンウィーク初日なんでまだ5月になってないんですけど、まあ、例年であれば、まあ、大体ゴールデンウィーク中5月入ってから、ね、休み中にポンと送られてくるみたいな感じじゃないですか。ただその石川県に関しては、まあ、今年はその地震のね、まあ、震災の影響もあってどうも9月に延ばすっていうことみたいなんですよね。なんかニュースやってたんですけど、で、まあ、その手の話っていうのが、まあ、震災の影響で結構いっぱいあって、まあ、所得税なんかもそうだし、まあ、私個人事業主なんで所得税払ったんですけどね、今年はね。私はもうネットで処理しちゃったんで、あの関係ないんですけど、実際にはまあ伸びてるらしいんですよね。なんかその締めの期限、支払いの期限っていうのもなんか決まってないらしくって、なので、まあ、実際いつ払ってもいいみたいな状態になってるんですよね。で、所得税がそんな状態なんで、あの住民税も結局その確定しないみたいな感じなんですよね。まあ、実際はね、支払った人はみんな確定すると思うんですけど、まあ、全体としてその日程みたいなものは確定しないっていう状態なんですよね。で、その自動車税もそうで、まあ、9月まで伸びたと。支払いの期限がなんか9月ぐらいまで伸びたらしいんですよね。具体的なちょっと日は覚えてないんですけど、まあそれはだから結構なんですけどね、伸ばすのはね。ただちょっと自分が思ったのは、その支払いするときあれ納付書を送られてくるじゃないですか。その納付書の送付も8月ぐらいまで遅らせるっていう話なんですよね。いや、ちょっと待てと、それは違うんじゃねえかっていうのはちょっと私の、意見なんですね。それ納付書の発行、送付まで遅らせてしまうと、実際その納付書が来てから払うまでの期間って変わらないじゃねえかって話なんですよ。どうせね、遅らせるんだったら納付書はいつも通りねの時期に送付して、で支払い期限だけは伸ばしますよっていう風にする方が自分はいいと思うんですよね。そしたら自由なタイミングで納付書さえあれば自分の好きなタイミングで払えるじゃないですか。まあ、別にね、払える人もね、遅れたんだったらね、送付が納付書の送付が遅れてくるんだったらそれまで取っときゃいいじゃないかっていう話なんですけど、やっぱ使っちゃう人もいるじゃないですか。ね、ある時に払いたいっていう人もいると思うんですよ。だそれってやっぱ人それぞれだと思うんで、そこの、なんだろう、支払いの期限を遅らせるっていう選択をね、決定をしたんだったら、そこの自由度を持たせるために、納付書は別に早く送るっていうのはいいんじゃないかなって思うんですけどね。いや、でも納付書なくすからとかっていう、なんかくだらないこと言う人もいるかもしれないですけど、それは知らねえよって話で。まあ、私だったらどの道払わなきゃいけないものなんで、ね、さっさと送ってもらってさっさと払いたいんですけどね。だからいつも通り納付書送ってほしいんですけどね。私の場合はもう毎年納付書来たらもうすぐそんなの支払いに行くんで、もうね、どの道払わなきゃいけないものなんで、だからもう5月の連休中とかにね、休みの日にわーって来てね、うわーってなるけどね、そのままもう基本的には銀行行って下ろしに行って、去年なんかもうネットで処理しちゃいましたけどね、今年もネットで処理しようかどうしようか、まあちょっと今迷ってることなんですけど、ネットで処理するとまたカードの手数料とかもかかるんでね、今たまたまちょっと払えるだけの現金が手元にあるんで、まあ現金で払ってもいいかなと思ってるんですけど、まあそれもね、結局納付書がなきゃ払えないんで、納付書はいつも通り送付してくれませんかっていうのが、まあ私、ね、石川県に住んでる、まあ金沢市民ですけど、石川県民の、まあ一つの声として、
まあここに動画にしておこうかなという感じなんですよね。確か軽自動車はあれ市町村税なんですよね、確かね。なので軽自動車はまたちょっと話が違うのかな。自分がニュースで見たのは自動車税って言ってたんで、普通の県税の方だと思うんですけどね。ちょっと細かいところまで確認はしてないんで、今ここでねこうだとはちょっと言い切れないのがちょっと非常に申し訳ないんですけど、それはね気になる方は石川県民の方はねぜひ調べていただければと思うんですけど、まあ、伸びたってのはこの前何日か前ニュースでやってたんで間違いないと思うんですけどね。ただ納付書はいつも通り送ってくんねえかなみたいなところですね。まあ、ただそれだけなんですけどね。ということで石川県の、まあ、関係の方ぜひ検討していただけないかなというふうに思います。まあ忙しいのは分かるんですけどね、震災でね。まあそれも分からなくはないんですけど、そんなに大変なのかなってちょっと思ったりもするんで。ってことで、まあ、今回はそんな乗用車税の納付についてのお話でございました。ってことで今回の動画はこんな感じで終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。